会社を辞めたいです。この動画を見ている皆さん、一度はそう思ったことがあるんじゃないでしょうか。でも実際に会社を辞める、その一歩踏み出すのってめちゃくちゃ勇気がいりますよね。最近では退職代行というサービスも流行っているので、自分で伝えるのは不安だから退職代行を使おうかなと考える人も増えています。ですが、辞めるんだったら自分の口で言った方がいいんじゃないかな、でも人目に遭うの嫌だな、退職できないかもな、こんな不安な気持ちで揺れ動く人も多いじゃないでしょうか。後悔の残らない退職になるためには、なるべく円満で退職する皆さんが損をしない、そんな退職の仕方を解説していこうと思うので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。うずうずでは現在人材を募集しています。若者がうずうず働くためのサポートを一緒にしませんか。誰よりもうずうず働きたい方は概要欄をチェック。退職をする際に最初に考えることはスケジュールになります。どのようなスケジュールで会社を辞めるのかということを考えていく際には、最初のステップとして就業規則をチェックすることをお勧めします。就業規則は全社員がチェックできるものなので、そちらを見ていただけると退職に関しての項目というのが絶対にあるので、何日前までに退職を申し出なきゃいけないのかとか、有給休暇に関してはどのように取り扱うのかみたいなところが書いてあるので、そこをチェックしておきましょう。法律では2週間前までに退職すれば OK だよという風になっているんですが、実際には現場での引き継ぎなども発生するので、会社のルールとしては1ヶ月前に言ってくださいねとか、2ヶ月前に言ってくださいねみたいな規定があることがほとんどです。別に円満退職じゃなくていいからという場合には、2週間前に退職届を出して辞めても OK なんですが、円満退職を目指す場合には会社の規定に沿う方が無難だったりします。またここではどこまで円満退職を目指すのかというのが考えるポイントになります。社歴が10年など長い場合には、担当している業務範囲の幅が広かったり、責任が大きかったりして、引き継ぎに何ヶ月もかかるというケースも稀にあったりします。職歴が数年などの第二新卒などの場合には、基本的には数週間あれば引き継ぎが完了するというケースがほとんどです。また若手の転職の場合には、内定を出した月の翌々月の1日から働いてくださいねみたいなスケジュールで内定が出ることが多いので、新しく働く会社の入社してほしいという時期に合わせるためには、1ヶ月前であれば間に合う時もあるんですが、2ヶ月3ヶ月前となると間に合わなくなってしまう、そんなケースも多くあります。そんな時にじゃあどうするのかというと、退職する企業に交渉するということをお勧めしています。やっぱり大事なのはどこなのかというと、今まで働いてたお世話になった会社も大事なんですけれども、これからお世話になる働く会社の方が大切だったりするので、その会社に求められている入社日に入社すること、ここをベースとして退職する会社に交渉していくと通ることが結構多かったりします。なので就業規則を見て2ヶ月だよと書いてあったとしても、ちゃんと引き継ぎするんでこのタイミングで辞めさせてくれませんかと交渉してみるのは全然ありだと思います。また有給休暇は2年間は有効なので、2年間もの使ってない有給を消化することができます。でも退職前は引き継ぎなので忙しくて有給が全部消化できないよなんてケースも多くあります。そんな時には会社によっては残ってる有給を買い取ってくれる、そんなケースもあるので、その点もしっかり調べておくと良いでしょう。このように会社のルールとしてどのくらいの時期に退職を伝えればいいのかっていうのが分かったら、次は転職活動、こちらをスタートしていくと良いでしょう。またもう一つの退職日を決めていくための方法として、この日に辞めるんだというのを決める前に転職活動を始めちゃうというのもおすすめの方法だったりします。次の仕事が決まっていれば、今の仕事を辞めた後にブランクが開かずに次の仕事をスタートすることができたりするんで、そうすれば収入が途切れることも経歴にブランクが開くこともなくなります。転職活動の一般的な時期っていうのは、スタートしてから内定をもらうまでの間、だいたい1ヶ月から2ヶ月ほどです。なので転職活動をスタートしてから退職するまでのスケジュールとなると、だいたいこんなスケジュールになります。1月の間に書類選考とか面接とかを受けて、2月の前半で最終面接受けて複数社内定を獲得していきます。内定をもらってからだいたい1週間ぐらいが内定承諾期限だったりするので、2月の中旬に転職先を決定します。でそこが決まったら、会社に対して1ヶ月以上前に退職届出す必要があるんで、2月の下旬に出して3月いっぱいまでで退職しますよ、その前に有給消化させてくださいねっていう形で退職届を受理してもらいます。有給消化をするまでの3月上旬から中旬までの間に引き継ぎを行って、最後の10営業日は有給消化して3月退社で4月1日新しい環境でのキャリアをスタートする、こんなスケジュールになるのが一般的な流れかなと思います。就活キャリアの悩みを無料匿名無制限
限でプロに相談できるのはキャリアオン。 98% の相談が1日以内に返信がもらえるので、面接前日の相談でも大丈夫。自分の知りたいことは検索でも解決できる。気になる方は概要欄をチェック。また結構その退職の相談を受けるときに、有給たくさん残ってるけど全部消化させてもらえなさそうなんですよという人結構いたりします。ここでお伝えしたいのが、有給の消化は労働者の権利なので、会社側としては断ることはできません。とはいえ、無理やり権利なんで取らせてくださいよみたいに言ってしまうとマイナスの印象になってしまうみたいなところが悩ましいところになります。ここでのポイントというのは、最終的にはやっぱり消化したいんで取らせてくださいよっていうふうに主張するので全然いいと思うんですけれども、その伝え方とか流れとして、相手が確かにそれなら有給消化してもいいよ、 OKOK って言ってくれるような状況を作るというのがポイントになります。例えば退職を伝える際に、もうすでに引き継ぎ資料ここまで作ってるんで、この期間あればちゃんと引き継げるんで有給全部消化させてもらいたいなと思ってますとか、次の会社の入社前にこれだけ準備しなきゃいけないんで有給取らせてほしいんですけど、その期間だとしても何か引き継ぎ漏れがあればご連絡いただければちゃんと対応するので取らせていただけますかねみたいな感じで、相手がまあそれならいいかと思ってもらえるような交渉の仕方をすると、スムーズにじゃあいいよっていう風に了承してもらいやすくなると思います。それ以外の方法としては、早めに退職を伝えちゃうというのがテクニックになります。例えば有給が20日間残っていたとして、3ヶ月前に伝えて、ちょっとずつ有給消化させてくださいねっていうふうに言えば、引き継ぎの期間も十分取った上で有給消化もしきれるみたいな形になるので、早めに退職を伝えることによって有給消化もできるし引き継ぎもできるよみたいなスケジューリングをしていくというのも一つの手だと思います。この動画を見てる方で、転職先はまだ決まってないんだけど退職はしようと思ってるんだよなという方がいれば、私が経営している株式会社うずうずにご相談いただければ嬉しいです。うずうずでは10年以上第二新卒者の就職サポートを行ってきました。なので20代で転職を考えている方であれば、マッチした求人のご紹介というところを幅広くできるんじゃないかなと思いますので、ぜひご相談いただければと思います。今の仕事を続けてると体調的に厳しいから、まずは辞めてしっかり療養したいんだよなという方も中にはいると思います。転職先決めてからの方がいいですよと私は言ったので、それを聞くと体調悪いけどちゃんと次決めなきゃやばいよなって不安な気持ちにさせてしまったかもしれないんですが、そういった方はですね、私は無理しないでまずは退職して体を休めるということを優先するのが良いと思っています。次の仕事が決まっていってブランクがない方がいいのは確かにそうなんですけれども、仮に退職してから休んで元気になってから仕事を探すっていうところでブランクが数ヶ月とか半年1年空いてしまったっていう風になると、次が見つかんないのかっていうと全然そんな心配しなくて大丈夫です。今までブランク1年2年3年ある方でも、希望通りの就職先で正社員として内定を取れた方っていうのは何人もご支援してきました。なのでブランク空いたらやばいから無理して働かなきゃいけないのかなみたいに不安に思わなくても大丈夫です。また体調が元気だったとしても、今の仕事が忙しすぎて仕事と転職活動の両立ができないんだよなという方も結構多いんじゃないかなと思います。その場合はちゃんと退職後の就職活動で企業から、なんで働きながら転職活動をしなかったんですかと聞かれることがあると思うんですが、その際に前職での働き方がこういう形で転職活動の並行が難しかったため退職後の転職活動となっております、こう伝えていただければ別に納得してもらえるので、その点も心配しなくても大丈夫です。また転職活動するのに有利な時期はあるんですかみたいな質問を受けることも多いんですが、基本的に転職活動の場合、時期によって大きく有利不利が分かれるということはないと思っていただいて大丈夫です。よく言われるのがボーナスをもらった後の時期、この時期は求人たくさん出るからいいんだよって言われることあると思うんですけれども、ボーナスもらった後の転職者も増えるので結局競合も増えるんですよ。というふうになると、競合が増えたら転職の有利不利っていうところはあんまり変わらなかったりするですね、というふうな点を考えると、特別有利になる時期はあるかっていうとそんなになくて、やっぱそれ以上にその時に出回ってる求人で待つものを見つけていこう、こういうスタンスでいるのがいいんじゃないかなというふうに思います。特に若いうちは賞与もらった後がいいんだよなと気にする方も結構いたりもするんですが、賞与の金額がそこまですごく大きな金額になるわけでもなかったりすると思うので、その賞与もらえるか否かというところで時期を決めるというよりは、転職活動を行っておいてここだなという会社が見つかったら転職しようかな、これぐらいの感覚で転職活動を進めていくのも良いんじゃないかなと思います。
続いては皆さんが悩む退職理由の伝え方です。円満退職を目指すのであれば、退職理由を伝える際には上司に1対1のアポイントを取ってからしっかり伝えるようにしましょう。正直退職伝えるのって心苦しかったり言いにくいなって気持ちあると思うんですが、この1回で全部バチッと伝えて終わらせる、納得してもらえるっていうところにたどり着けるように3つのポイントを意識して伝えると良いです。まず1つ目は今までの感謝の気持ち、そして2つ目は引き止めをされない退職理由、そして3つ目は決意が固いことを伝える。この3つを押さえた上で退職しますということを伝えていきましょう。引き止めされない退職理由ってどんな理由なんだろうと気になる人が多いと思うので、いくつか事例を伝えていきます。まず一つ目の事例、もうこれは一番ストレートなんですけど、次に入る会社が決まっていて、いついつに入社することになってるんで退職しますということを伝えましょう。これを言われると上司としては、もう次が決まってて内定承諾しちゃってますっていう状態なら引き止めも無理だろうなというふうになるので、スムーズに退職届が受理されやすいです。他のスムーズに受け入れられやすいケースの場合でいくと、体調理由を理由で退職する場合の伝え方なんですが、その伝え方としては、なんとかこういう風に頑張ってやってきたんですが、持病が悪化してしまい、しばらく療養するために一旦退職という形を取らせていただきたいです。このような伝え方をすることをお勧めします。体調不良を伝える際に引き止められやすいケースでいくと、体調が悪いんでだけを伝えてしまうと、一旦休職してみたらどうだったり、どんな症状なのとか、いつからなのみたいに心配も含んだ上でいろんな質問が来ることが想定されますが、やりきった上で退職するという判断をしました、こういう伝え方をするとスムーズに退職につなげていきやすくなります。また退職にすごくこだわらないのであれば、私としては休職を一回挟んでから退職に持っていくというパターンも全然ありだと思います。休職に入るとその間傷病手当がもらえるので、一定のお金をもらいながら休むことができます。そしてその休職の期間って会社ごとに何ヶ月間も休職 OK だよという期間が決まっているので、それを終えてからどうするのかという会社の話し合いの後に、無理なのでやめようと思いますという風になると、一回休職を挟んでいるということもあって、会社側としてもそれなら仕方ないかという風に退職の受理してもらいやすくなるので、パッと辞めるのが難しいなという場合には、まずは休職をして、でその後に辞める、こういう2段階で退職をするというのも一つの方法です。またその他の了承してもらいやすい理由は、実家に戻るので今のまま働くことが難しくなってしまいましたという理由です。具体的な例を挙げると、親の介護をする必要が出てしまって、親を見れるのは私しかいないため、実家に戻らざるを得ないため、今のまま続けることが難しいため退職させてください、このような伝え方になります。リモートワークとかができない環境であれば、親の介護だったら仕方ないか、こういうふうに思ってもらいやすいです。逆に退職理由として伝えると、引き止められやすい理由は何かというと、会社がどうにか改善できる退職理由です。例えば人間関係とか労働環境への不満とか、お給料に対する不満、評価体制に対する不満みたいなところが理由で辞めようと思ってますみたいなことを伝えると、例えば人間関係であれば、部署移動するから残ってくれないかなとか、お給料が不満だったら給料次のタイミングでこれぐらい上げるからどうみたいな形で交渉が入る可能性があります。その言葉を信じて一旦残るという判断をしたとしても、結局ズルズルいってしまって変わらなかった、そんなケースもあったりします。そもそも退職を伝えたから、じゃあ給料上げるよっていう会社ってどうなんだろうかなとも思います。そういう会社って文句を言わずに働いてる人が損する環境だと思うんですよ。そういった不平等な環境で働き続けたとしても、ちゃんと真っ当に評価してもらえることってあるのかなっていうと、難しいんじゃないかなというふうに思うので、もし交渉した上で改善されるなら残るかもしれないな、どうかなというふうな状況であれば、退職を決断する一歩手前で相談するのが良いと思います。転職活動する上でも、ちゃんと懸念点を相談会社にしているかどうかっていうのはすごく大切になっていまして、こういう理由が懸念なんですっていうのを転職面接で伝えると、企業側からそれって会社さんに相談されたんですか、こんな質問がされます、された時に相談したんですけれども、ここの部分が叶わなくて転職活動をするという決断に至りました、この一言が言えると、簡単に辞める人じゃなくて、ちゃんといろいろ会社に相談した上で叶わなかったから転職活動をしてるんだな、こういう風に捉えてもらえるので進めやすくなりますし、もしその相談した結果条件が改善されたりするのであれば、辞めなくてキャリアを続けることができるので、どちらにしてもここを変えたいなという部分があるのであれば、まずは会社に相談してみることをお勧めします。
また退職届を書くときの書き方、理由のところなんですけれども、この理由は一身上の都合でという書き方で統一しちゃって大丈夫です。また退職を伝えて了承してもらえると一段落で安心すると思うんですが、それをですね、会社側が公表する前に俺辞めるんだみたいな話をいろんな人に言っちゃうと混乱が生まれてしまう、そんなリスクもあるので、会社側がそれを公にしていいよという時期まではむやみやたらに周りの人には言わない方が良いことが多いです。また最近よくされる相談が、退職代行を使っての退職はありですか？これを聞かれることが増えています。例えば上司のパワハラが理由で退職を考えている場合には、その上司に辞めたいですっていうのは精神的にめちゃくちゃ苦痛になると思うので、自分で伝えるのは嫌だな、辛いな、退職代行使おうかな、そんな気持ちになるのはすごくわかります。ですが結論から言うと、私は退職代行を使う必要はないと思ってます。退職代行会社を使うと代わりに連絡してくれて、退職したいですよということとか、もう連絡しないでくださいねとか、昨日最終出社として処理してくださいね、残りは有給消化でお願いしますねみたいなことをやってくれるっていう形なんですが、これって退職代行を使わないでもほぼ同じようなことができたりするんですよ。どういうことかっていうと、メールに退職届を添付してもう連絡しないでくださいねっていうのと、昨日を最終出社とさせてくださいねっていうところと、有給消化何日残ってるんでここから有給消化とさせてくださいとか、有給消化が足りないんだったら残りの日数は欠勤としてくださいみたいなことを内容を書いて送れば、これで別に2週間経てば退職って成立するんですよ。これを代わりに連絡してくれてるだけなんですね。っていう風になると、別にメールで伝えるだけだったら嫌な上司と話すことって発生しないですし、もう連絡しないでって書いて着信拒否すれば別にやり取りしなくても済みますし、退職代行を使ったとしても結局電話が鳴ったりするんですよ。でも退職代行から言われることって、電話来ても出なくて大丈夫なんでって言われるだけなんですね。結局やってることどっちも同じで、退職代行を使えば代わりに連絡してくれて何万円かお金がかかるという、それだけの違いなんですよ。っていう時に別に同じことができるんで、数万円お金かけずに自分でメール送っておしまいにできるんであれば、私はそっちでもいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。退職届の書き方だったり、メールの送る時の文面だったり、そういうテンプレートってネットにいくらでも落ちているので、調べて自分で作れる人はそれで対応するでいいんじゃないかなと思います。でも一方で退職する時って心身ともに疲れていて、調べたりとかいろいろやるのもちょっと苦しいんだよなっていう方もいると思うので、その工数を数万円という金を払って買えるのであれば、安いなと思うんであれば、それであれば退職代行を使うっていうのも選択肢としていいんじゃないかなと思います。退職代行を使う際なんですけれども、わざわざ転職先に言う人いないと思うんですけれども、一応お伝えしておくと、転職代行を使って辞めたよということを転職先の企業とか面接では言わない方が良いです。基本的にはわざわざ言う人ってあんまりいないと思うんですけれども、採用企業とか面接官的には辞める時ぐらい自分の口で言ったらいいじゃんって思ってる採用担当者とか人事とか経営者って多いんですね。なんで退職代行を使ったよってことを言ってしまうと、それだけでマイナスな印象を持たれてしまう、そんなリスクがあるので、退職代行を使うのは全然 OK なんですけれども、使っている事実を企業には言わない方がいいんじゃないかなと思います。最後に、退職するにあたってやってはいけないことと、手続き上やっておいた方が良いこと、この2つをお伝えしておきます。まずやってはいけないことなんですが、社内の資料とかデータとか機密情報にあたるもの、個人情報とかですね、そういったものの持ち出しっていうのはしないようにしましょう。これ後々使いそうで便利だから研修資料とかダウンロードしとこうみたいな感じで思っちゃう人もいるかもしれないんですけれども、社内のネットワークとかって監視されていて、急にダウンロードとかいっぱいしてるなみたいなのがアクセスログで残っていて、なんかあの人辞めるときにこういうアクセスして情報を持ってってんじゃないのみたいなのが検知されるような、そんなプログラムを組んでいる会社もあったりします。なので変な疑いをかけられないためにも、機密情報かなと思うものは一切持ち出さないようにしましょう。またもう一つのやってはいけないこと、それは変な書類へサインはしないようにしましょう。同業種への転職をしないとか、取引先の顧客に連絡をしないとか、そんな書類にサインを求められることがありますが、これらの書類にサインする必要はありません。会社が同業種への転職を禁止していたとしても、職業選択の自由は憲法で保障されているので、会社のルールで縛り付けることはできません。ですがここでサインしてしまうと、それによって責任が生じてしまう、そんなリスクが上がります。なので皆さんのリスクを下げるためにも、断った方が良いサインっていうのは、すいませんと言って断るようにしましょう。
また退職後必要な手続き、こちらも紹介していこうと思います。必要な事務手続きはこちらです。失業保険の申請、健康保険の手続き、年金の切り替え、確定拠出型年金への移行、住民税の支払い手続き、これらの事務手続きが必要になります。これらの手続きをするためには会社側からもらっておくものがあります。それは何かというとこちらです。離職票、雇用保険非保険者証、源泉徴収票、年金手帳、これらが必要なものになります。会社によってはこちらからこれくださいねっていうふうにお願いしないともらえないものもあるので、しっかりと確認しておくようにしましょう。これらをちゃんともらっておけばスムーズに失業保険の申請ができるようになります。失業保険の申請に関してはこちらの動画で失業保険の受給の仕方っていうのをしっかり解説しているので、気になる方は見ていただければと思います。以上がこの動画でお伝えしたかった退職の仕方になります。皆さんの退職がスムーズに進んでより良いキャリアが描けることを心より応援しています。最後まで見ていただきありがとうございました。